か指定できればいいのにね。うん、できるのかな、実はしてないか、してなかっただけかな、普段。まさかここに来て、まあ、迫撃砲とか指定できるからね。うん、ありそう。なんか投げちゃった、なんか投げてる。お、へえ、カルテルだ。あ、少なそう。迫撃落としてやるかな。ドローン飛行中。それでいけるか。あれでもここもちゃんと、マジで少ねえな。ここもちゃんとゲートっぽいもの用意してるんだ。サブマシンガンを持ったやつを見つけた。はあ、ゲートっぽいもの。これ車で突き破れそう。こいつやっちゃおう。おう、あ、開いてんじゃん。あ、開いてる。うん、こっち側開いてる。このドアは何の意味が謎。武器が設置されてる。はい、キル確定。ここも確か難易度4の地域だったはずだけどね。これから難易度2とか3とかそういう地域も残ってるからますますザルになっていくかもしれないあいつは終わりだ。これ4でザルだからな。拳で語り合おうぜ。あれあれあれ、え、何この人。は、見て見て見て、この人上上。何その人、生きてるよ。え、寝てんの。あえ、なんだこの人、寝てたのか。ベッドここにあんのに。いや、うつ伏せで寝る人なんで。いや、この人何さ、膝かっくん。警戒しなさすぎじゃない。はい、俺は裏切れない。でも一つだけ教えてやる。有意義な会話。はい、どうも。投下物資の位置が分かった。はい、会社ビックリマークめっちゃある。ルーペベラってジャーナリストがサンマテオの行方不明者について調べてる。目立ちすぎたんだろう。取ってこよう。あ、これで全部だわ。居場所は分かってる。あら、全部ゲット。こっちのビックリマーク消えちゃったじゃん。全部だからだよ。俺たちでその飛行機を奪ったらどうだ。反乱軍に渡すんだ。俺たちと反乱軍は得をしてカルテルは損をする。よし、ストーリーが真下に。これ行こう。ルーペベラというボリビア人ジャーナリストがサンマテオの行方不明事件を追ってる、うん、彼女を見つけて情報を引き出して。ジャーナリストが最後に目撃された場所に向かう。なんかジャーナリストなんか嫌だな、そういうの。大抵巻き込まれて行方不明になって終わってるっていう、うん。反乱軍がいるね、すでに。ここめっちゃ楽じゃに。うん、もう一瞬で終わりじゃねえか。おっと、おー、反乱軍。にゃあ、どうも。何の用だ。ルーペベラってジャーナリストを探してる。俺たちも探しているが、一足遅かったようだ。カルテルの拠点に連れて行かれた。救出するのか。ああ、厳しいがな。警備が厳重な上にこっちは人手不足だ。俺たちが協力する。ベラを助けに行くぞ。なら早く行こう、時間がない。急ぐぞ。へえ、オッケー。俺らだけで行くから来なくていいよあれ、これ、ああ、乗れるのか、これ。わあ、え、乗れる。乗れる。 あ、乗れるんだそこに乗るんだおお、なんでわざわざこんな車あ、近いじゃんすぐそこかよ。さて、ゲートはちゃんと。連れ去られたって、マジですぐそこに。連れ去られたっていう規模かな。あ、閉じ込められてる。わらわら。電源装置とかは熱源
ちょっと待って。なに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 、あのターゲット空耳激しいんだけど。空耳激しいね。ちょっとあの檻のところまでドローンやってみて。オッケーオッケー。お なんか すごい動きをしてるな、わかるけど。なんだろうな。お、ちょっと待って、ちょっと待って、警戒されてる。おこいつ、おジャーナリストを解放するっていう、これはミッションだけどさ、ドローンを使えばまあどうとでも解放はできるんだけど、多分殺されちゃうよね。絶対殺されるね。だよな。電源っぽい熱源はない。全部倒せばいいんじゃないかな。そういうこった。ターゲットは10人だ。じゃあ俺は右から行くわ。なんか結構どうでもいいとこにも敵いるの。監視とスナイパー。オッケー。ほい。スナイパーやりそう。俺なんかもうこっちの方結構ザルだから簡単にいけそうだな。こっちも結構ザルだけど。どっちもザルか。ザルしか言ってなくない？あいつは終わりだ。ダウン。ダウン。もう難易度4でザルってもう。ジャーナリストの安全を確保するならちゃんと殲滅しとかないと。まあそうだね。危険を察知して何？あ、ちょっとね、見られたわ。あ、はい。処理した。オッケー。あれ、下にいる3人はなんだ？なんか大丈夫そうだね。助けちゃおう。お願い、助けて。先導。助かった。まったく、やっと出れたわ。名前は？私はルーペ・ベラ。こんな目にあってまで続けたくはないけど、ジャーナリストよ。あなたたちは何者？カタリの協力者だ。行方不明になった人たちについて調べてる。近くに反乱軍の隠れ家があるの。調べたことは全部そこにあるわ。なら取りに行くぞ。ジャーナリストで、で、ちょっとさっき言ってたさ、連れてくの？ドローンで車の車の？ピック、乗り物を頼んだ。ダメだわ、こんにちは。離れたわ。ああ、これはダメなんだね。ダメなんだわ。はい、こんにちランダムなの。ああ、は。スキルポイントあるよ。あ、スキルポイント。行こう。どこだ？これどこだ、これ。これ上だわ。上かーい。取れない、取れた。3。イエス、3。え？ジャーナリストどこに？あ、いた。ジャーナリストを乗っけよう。来るか。ハナナ。ゴー。何が吊るされてるだよ。ちゃんと生きてるじゃん。めっちゃ普通にボリビア中で人ローがヤさだっらわれてた。る。カルテルだけじゃなくてユニダッドも一枚噛んでる。ユニダッドは一般市民を拷問で攻め殺した時、ここで証拠を隠滅してる。サンタブランカは平気でそこら中に死体を放置してるだろう。敵対するカルテルのシカリオが殺し合ってもごめんなさい。誰も騒がない。警官が殺されたって麻薬取締りへの腹いせくらいにしか見られない。反カルテル派の司祭やジャーナリスト、それにカルテルに反感を抱いてる可能性があるってだけで、学生やバス運転手、お手伝いさんなんかが一人残らず行方不明になったとしたら、腹いせなんてレベルじゃない。大事件だな。その通り。そうならないとおかしい。みんなに真相を10の1でも伝えられてたら、今頃暴動が起きてるはず。反乱軍に参加する人も殺到して、他の国の人たちも。隠れ家はすぐそこよ。よまだし、喋ってんのに。おりちゃんまずかった。行動力のあるジャーナリストだから
捕まってしまうと。じゃあインタラクト、インタラクトはこっち来て、こっち、ドイツ。当たり前かもしれないけど、行方不明者は全員殺されてるでしょうね。カルテルが死体の回収に使ってるトラックのメモがあるわ。ゴミ収集車みたいに決まったルートを通ってるみたいよ。それだけか、ルートとかスケジュールは。詳しいことは何も。この情報をつかむのだって苦労したんだから。今分かってるのはトラックが着いた先で死体を処分してるってことだけ。ジャーナリストのメモを撮影する。撮っちゃうよ。私の記事はどうなるの？自分の家族の行方を知りたがってる人が何百人もいるのよ。真実を広めるのはあんたの仕事だ。助かったよ。またどこかで。さよなら。おし。なんか次エグそう。うん。武器回収、武器近いから武器回収に行くか。地方に入って。行くぞ。どこ？あ、あれか。あれだ。なんか燃えてるけど。危なっかしい。危な危な危な。とっとと。やべやべやべ。あれ？なんか引いた？お前。ちょっと待って。敵が休憩してるとこもろ通っていった俺も。行ってダメージ受けた。どまい。武器をね、今回スコーピオンという化け物冷凍武器にしたよ。スプレッサー付き。よし、オッケー。なんかでかいから武器だけ回収したい。あ、そういう感じ。ドローン展開。まずは屋上にスナイパー。反乱軍にエリアの偵察を要請した、はい、あれそんなにいない、ここいなさそうだよ。入り口が見当たんない。主人公たちも麻薬使って一時的に身体能力強化できればいいのに。主人公たちも麻薬使って一時的に身体能力強化。ちょっと待ってね。パソコンがね、はい、ブルースクリーンを起こしたね。このタイミングでかよ、お前。ちょっと待って。真っ青になった。待って待って、バレたら俺動けないじゃん、こっから。大丈夫大丈夫。フラグを投げる。あ、ちょ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 、おい、バレてはいけないというところで何を投げてるんだ。ちょっと待って、俺この L12 が反転してるの忘れてはいないけど、忘れてた。はい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 。お、復活。オッケー。お、復活してんのに、なんだろうこの地獄絵図は。なんで警報が鳴ってんだ。ん？いや、なんか敵勝手に鳴らし始めた。いや、グレネード投げてよね、さっき。ここどっか入れないっつうなら、もう C4 はどこだ。え、後ろ C4で開くやつか。あ、ヘリ来てる。おお、はい、さよなら。おい、 C4 の設置完了。もうほんと、あ、あかねえ。入り口探せ、入り口。うん、なんか敵いたな。そんなか。あ、お、なんかいるよね。どうした？何こいつ。ん？これどっか地下でもあるんじゃね？うっそ。早く警報止めないと。敵がさ、いっぺんに喋るからさ。あ、やべ、ハマってるハマってるハマってる。まず警報止めちゃおう。警報どこだ。あった。
と取り付け、はい、もう一個あるぞ、警報、ここマジけ、多いな、おい、スキルポイント5、え、 5? 5、惜しい、惜しい、あれ、武器が欲しいな、交戦中、交戦中、あー、スコーピオン、テートがすごい、ん、ブレもすごい、どうした、電源があったから切っちゃおう、あれ、奴らの幹部が慌てて逃げてくぞ、あれ、彼消えてしまったんだけど、どうしよう、どうも、はい、ヒカルさん、こんばんは。今ね、2人でここ制圧してたんだけど、なんか突然落ちちゃったな、どうしよう、いつ帰ってくるんだろう、悲しいな、彼の誤爆でここバレたのに、挙句の果て消えてしまったし、ルーター落ちた勝手にグレネード誤爆して、ここバレ散らかして、挙句にルーターが落ちると、あなたの敵だ、とりあえずここ制圧しちゃうか、なかなか深刻な状況じゃないですか、いや、まあルーターぐらいすぐ治るはずだが、え、どっから撃ってきて、あ、仲間、レートがすごいから全然安定しねえ、スコーピオン、グレネード、グレネードだ、なおい貴様、なんだよ、なんだよじゃねえ、お前ここ、お前の誤爆でここバラしときながら一人で制圧させるさせるとは、ご苦労だったな、ご苦労じゃねえまだ敵いるんだぞ、ここどんだけいるの、ここいやちょっとね、うん、無線でさ繋がってるものが多くて、はい、したわ、ルーター、ルーターに良くないことをしてるんじゃないの、うん、行って、助けて、狙われてるよ早く助けて、今入ってる、真下に敵がたくさんいるんだよ、あ、待ってよ、ドローン準備完了、ああダメか、うん、登ってくる、おーっとっと、ほい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 、あと一人、ロード投げよう、あ、入ったパンチ、はい、全滅、おう、おうじゃねえ、おうこれで楽に武器が取れる、またいた、よし、なんか隣の車ずっとドリフトして走ってんだけど、面白い、え、増援が、増援そっちに来てない来て来てお前頑張れ、あいつ、そいつらの何十倍相手を、武器ケースだ、なんだこれは、武器ケースだ、危ない危ない危ない、 PSG、
いつまで撃ってくんねん。なんでちゃんと倒してからこっち来い。武器しかない、ちょっと興味ないから。ドン。殴り。危ない危ない。いてててて。ちょっとフラグ危ねえ。死ぬ死ぬ死ぬ。あ？どっから撃ってん？そっちか。危ない危ない危ない。いやスコーピオンレートがすごすぎて。ブレが。なんかいる。いててててて。え、なんでお前も乗り越えないの？こっち来ちゃう。入れ違いになってんだよ。ここは回収 OK ね。ちょっと弾の回収を。押しましたよ。どうも。ああ、ここか。で、ここはあんま回収できてない。